ちょめ、おはよう、よく眠れたみたいね。マルティナさんが伝言があって、王様から大事な話がある。じゃあ王座のマイクをね、極左ね。ウルノーガを倒した後ですね。で、一晩寝ました。ドラクエ11の実況をやっております。実況者はチョメです。体調良くなったかな。話は神家たちとマルディナから聞いた。わしは悪夢に囚われている間、ずいぶんひどい王だったようだな。そなたがいなければこの国は、いやこの世界はウルノーガに焼き尽くされ、地上の命は耐えていたところだろう。チョメよ、よくぞ悪しき元凶ウルノーガを倒し、ロトゼタシアを救ってくれた。そなたこそ古の勇者、老主の名を継ぐにふさわしい若者。今ここに勇者の称号を授けよう。俺たちとうとうやったんだな。お姉様、ベロニカ生きてるからね。いや嬉しいわ。ごめんなさい、今こうしてみんなとこの場にいることがなんだかすごく幸せな気がして。嫌ですわお姉様ったら。私たちはいつだって一緒だったじゃありませんか。ええ、そうよね、変よね。ありがとうチョメ。さあ真の平和が訪れたのでしょうか。私はあの黒い物体が今でも気になります。だからどんどん実況していきますね。なんだこれ、暗くなっちゃった。なんだ急に暗くなりやがった。とてつもなく邪悪な気配を感じます。この力一体どこから。そういえばウルノーガが最後に変なこと言ってたよな。時を遡ってきたのはお前だけだと思うなよとか、あれは一体どういうことだ。王様、大変です。直ちにバルコニーへお急ぎください。勇者の星に異変が。何だと？チョメよ、わしは先に3階のバルコニーに向かう。そなたちも急いで来るがよい。じゃあちょっと行くか、すぐ。エマちゃんに話しかけたら多分行きなさいって言ってくるから。じゃあそこまでカットね。3階の方に駆け上がったね。なんと、まがまわしい空の色だ。みんな、あれを見て。そういえば、これって、前、ウルノーガに破壊されたよね。これが必要だったのかな、あの黒いやつは。勇者の星が落ちているのか？前の世界では、なんかギリギリ合体する寸前にウルノーガがバーって破っていったもんね。ホメロスやったかな。そうそう。あったね、このシーン。で、悲しい顔したもんな。そうそう、こうやってね、破ったんだよね、前の世界では。かつて我が肉体はウルノーガに滅ぼされた。だが、ウルノーガ亡き今、邪魔する者はいない。時空を超え一つになれる。今こそ復活の時。
なんか分かんないけど勇者の星が落ちてしまったのか、一体何が起ころうとしているのじゃ。チョメよ、何やら胸騒ぎがしてならん。勇者の星の様子を見てきてくれぬか。勇者の星が落ちたのはバクラバ砂漠の方角、デルカコルスタ地方へ赴けば何やら見えるかもしれん。ボス戦かな。おうよ、私もチョメと共に行きます。チョメよ、これまで勇者に刃を向けてきた償いは勇者の助けになることで果たさせてほしい。まだ俺にも守るべきものがある。チョメが世界を救う勇者なら俺は勇者を守る盾となろう。グレイグが仲間に加わった。グレイグは、まあ、仲間になった時強かったからな。そこそこ。こんにちは、チョメです。ルーラが使えなかったのでこれでいきますね。かっこいいね、冒険の旅になってるドラクエ3のね。だからこうやって馬で行くって感じでしょうね。いいなこれ、好きですわ本当。あ、セーブも一応できるね、あそこのキャンプ場で。うわ、なんか強そうなモンスターが出てんなじゃあデルカコスタ地方行きますね。先に進んだらイベントが始まりました。父さんすごいびっくりしてる。なんて大きさなの。様子を見てこいとは言われたが、こいつはぶったまげたな。何なんだよあの黒い物体は。表面からまがまがしい息を放っています。聖なるものではないのは確かですわ。あれが勇者の星なのかしら。このまま放っておけないけど、空の上にあるんじゃどうしようもないわ。だからある意味ウルノーが救ってくれたんだな世界を。勇者よ、お困りのようじゃな。誰だ、預言者か。生きていたのかウルノーが。このわしがウルノーガとな。そうか、お主らにはわしがウルノーガに見えるのか。あ、やっぱ預言者だ。わしはお主らの世界では預言者と呼ばれておる。姿が変わるからね。預言者だと。わしに抱く姿形のイメージが人によって違うのでな。そのものに応じてわしの姿は変わるのじゃ。とはいえこの姿では落ち着かんじゃろう。あ、デフォルトになった。これが一番落ち着くよね。わしには見える。お主らが神の使いケトスに乗って天空の民と出会う姿がな。神の使いケトスに天空の民だと。なんだそりゃ。伝説の笛の音がかの地へ導く。わしが言えるのはそんなところかの。ちょっと待ちなさいよ。全然わからないわ。残された時はわずか。ぼんやりしてる暇はないぞ。さあ行くがいい。もしかして使えるようになったケトス。ベロニカは持ってた。伝説の笛って言われてもこれしか持ってないし。チョメ、何か心当たりある？あ、知りませんよ。他に当てもないし、試しに吹いてみれば。来るのかな。いや、これは来るな。もうフラグが立ってる。来た。みんなびっくりするぞ。まあチョメ以外は初めて見るもんね、このクジラ。なんかグレイグかっこいいな、こっちのグレイグは。鎧も着て。クジラが空を飛ぶですって。あれが神の使いケトスなのでしょうか。あんまり驚いてないのにね。預言者に会ったのも空飛ぶクジラを呼んだのもまるで初めてじゃないみたい。ふふ、まあいいわ。私たちはいつも通りあんたについていくだけだから。
それじゃあ行きましょう、チョメ。あの空飛ぶクジラに乗って天空の旅ってのに会いに行くわよ。